はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリンです。ファイナルファンタジー10 HD リマスター版続きやっていきたいと思います。本日はオートセーブからかな、未編街道の続きですね。ここね結構長いのでね、まあ、とりあえず宝箱取り込む。あれなかったっけ、この辺に。決まりを直さないといけないな。まるっきり続きですからね。決まりはこいつもいけたかな。あ、これ強いな、こいつ。パワーブレイク入れとこう。抜けに変えてやる。パワーブレイク入れると相手のね攻撃力がねちょっと弱くなります。アーロン寝てないか、もしかして。オーバードライブ技、敵の技でジャンプ使ってみますか。まあまあな攻撃力だな。お、起きたね、アーロン。うわ、ユーナやばい。ポーションじゃない。で、キマリを、カタリンに変えて、ちっちゃい子先に倒しちゃおう。で、ユーナをワッカに変えて、これ全員使うんじゃないかな。ブラインアタックかけときましょう。そうすると敵の攻撃が当たりにくくなります。で、黒魔法、こいつは魔法系は よし、これで全員ですね。どうよ、調子に乗らないの。今ですね、あ、アビリティスピア来た。すげえ若い調子に乗ってんなと思ったら、調子に乗らないのってルールが起こってくれました。あれ、ここは宝箱なかったっけ。あ、話しかけたかったのに先制攻撃されちゃいました。うわ、マジか、また攻撃されすぎなんですけど。もうすぐ倒しちゃおう。あ、レベル1キースピア手に入れた。あ、こんなもらえんだ。まあ、これはどういうのか後で説明します。6消し4個、みんないろいろくれますね。ありがたいことです。ちょっと直しておきたい。なんだっけ。あ、マップってこの辺ので見れなかったっけ。あ、見れないな。まあいいや、先進みましょう。あそこに奥に、なんか看板みたいに見えてきましたね。あれがねちょっとした建物だったような気がします。
本日はその辺までかな。これはルールにしよう。一気に決めましょう。で、氷だから。ファイヤーでいいんだね。で、輪っかで飛んでるやつ。で、アーロンで硬いやつね。アビリティスフィアがほとんど手に入んないな。宝箱あった。これね、画面の向きをね、くるくるできないんですよね。その辺がちょっと、まあ、古さを感じますね。さて、この木のやつどうやろうかな。3回攻撃すると爆発しちゃうんでね。ルルーのこれを使ってみましょうか。テンプテーション、ウォーターでいいのかな。ちょっと待ってよ。ウォーターじゃなくて氷系ですね。テンプテーションでやろう。ブリザードで確かね、ぐるぐる回すんだよね、これスティックをぐる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 って回すと、その回した、あ、しかも全体攻撃だった。で、あと300いくつか。当たるかな。あ、そういえばテンプテーションで大きくならなかった。よし、あと40倒せましたね。今回爆発させずに。ちょっともう一個強い魔法がないときついな、あの敵は。どうしよう、アビリティスフィアが手に入んないな。よし、手に入ったぞ。先制攻撃ですか。あ、ルールがやばい。結構きついんですけど、攻撃が。結構攻撃きついんですけど、上げていかないときついかな。ダビッティで直そう。ケアル、ユーナの MP がもうそんなないですね。ルールーはまだ少しあるな。馬車みたいのがありますね。お、ルッツとガッタでしたっけ。チョコボで運んでおります。よし、先制攻撃のチャンス。俺ガードになったからよろしくな。まあ、ガンガン倒しちゃう。もう本当は全員に回すと経験値が全員に来るんですけどね。
あれアビリティスフィアマジで手に入んないな。ルッチとガッタ何仕掛けますか。おい試合見たぞ、俺感動しちゃったよ。惜しかったな、ワッカ。この辺が優勝のコメントになってます。優勝するとね。何サボってるんですか。それは召喚師様のご一行が。余裕があるのは結構だが、作戦準備は一刻を争う。わかるな。ほっ、申し訳ありません。よろしく頼む。こっちのが偉いのか。ああ、素直に頭を下げといた方がうまくいくんだよ。なるほど。ユナちゃん、俺たちは寺院から破門されたけど、いつでもあんたのことは応援してる。それは変わらないからな。ありがとう、ルッツさん。ガッタ君、でもガッタ君、もしできることならこのままビサイドへ帰って。急ぎましょう先輩。先行っちゃったんだ。置いてかれちゃったって感じですかね。それで笑ってたんだ。うわー、2匹も出てきた。うまい。本気の俺を見とけよ。はいはい。いや、ルーにはそれは見せずに、これはユナに出てもらおう。どうしようかな。召喚しますけど、バルファーレでいけるかな。この召喚して呼び出す時のこのムービーですけど、これカットできるんですよね。あの短いバージョンっていうのにできるんですけど、しばらくはねそのままでやっていきたいと思います。まあ、撮影の都合上ですね。個人的にはもうすぐ短くしちゃうんですけど。さてどうすっか。爆発しちゃうな。こいつそっか。回復の手段がないんだよね。そのうち回復の手段を覚えさせることもできるんですけど、これ何もしないで死んじゃうな。満タンになる前に死んでまうと。死んでまいました。残念でした。まあいいんです、死ぬのを分かっててやってました。でワッカにはブラインアタックをこいつにかけておきましょう。でルルーのブリザードでこっちにかけるか。でかくなっちゃった。いやきついな一発が。でもう一回ウィフリーと召喚していきましょう。困ったな、この強いやつ3匹も出てきちゃって。さっさとスフィア版を進めた方がいいかな。でもアビリティスフィアがないんだよね。お願い聞いてくれるかな。さてメテオストライクで、ダメかな、これ炎系だからな。自爆になっちゃった。おお、そっか、炎系だからね。炎系食らうと
あのイフリートはね、あのヒットポイントが溜まっていくんですよね。いいじゃないですか。なるほど、ファイヤーは食らわないんだね。オッケー、来た。で、地獄のなんたろうをやりましょう。これ全体攻撃だね。そっか、イフリートで倒せってことなんだな。長いんだよね。この辺のムービーもね、短くなるんですよ。ムービー短くするとね。まあ、召喚獣がみんな集まったりやろうかなと。うわっ、しまった、あいつ、こいつ全開しちゃった。マジかよ、全開しちゃったよ。さてどうすっかな。こいつ500いくつ。じゃあもう一回地獄の火炎で獣みたいな方だけ先倒そう。これなんかボタン一発でショートカットできるといいんだけどな。そういうボタンもない。あらかじめ切り替えないとダメだね。ムービーをショートにするには。1匹は死んだでしょ。こいつは全開になっちゃった。参りましたね。まあ、回復してもらって、普通に戦うでいいかな。あ、戦うが一番強いですね。自爆になっちゃったけど、よし、 OK。お、アビリティスフィア2つ来た。なんかください。ハイポーション。あ、なんか2人いますね。シーンを倒せば文句ないだろ。しかしエボンの教えでは。ああ、あの歩ってる人から先になんか欲しかった。あ、しつこいですか。どうかされましたか、召喚師様。はい、ユーナと言います。お会いできて光栄です。私はシェリンダと申します。巡回僧を務めております。揉めてたのは例の討伐隊の作戦のことか。ルッツとガッタが言ってた大作戦のことか。機械を使うと聞いて何とか止めたいと思いまして。え？なんで？彼らは寺院が禁止している機械を使おうとしているらしいの。マジっすよね。使えるものは何でも使えばいい。神を倒せるとは思わないか。倒せる倒せないの問題ではないのです。教えに反することが問題なのです。この辺は宗教ですね。討伐隊の皆さんは全く話を聞いてくれません。私がそうとして未熟だからですね。頑張りましょうね。私も駆け出しの召喚師でまだまだ未熟者です。でも自分のことを未熟だと言ってしまったらなんだか言い訳みたいだと思いませんか。そうですね、私もっとしっかりしないと。ありがとうございます、ユーナ様。私なんだかうまくやれそうな気がしてきました。シェリンダはね、後々、ああ、話を聞かせてくれ。っていうか、物をくれ。うわ、またこいつらかよ。ああ、ユーナが落ちてしまいましたよ。あ、やばい、全滅するぞ。ここは、待って待って待って。逃げる前に、カタリに代わって、トンズラしよう。トンズラができたと思う。逃げるんじゃねえからな。
ユナ置き去りだ待ってくれ、話を聞かせてくれ。あ、何もくれなかったわ。ユーナ復活してますね。まだ先だったかい。まだ着かないか。着きました、ようやく。ここに。ここで休んでいく。でもこれアルベド人の店っすよ問題でもあるのか。アルベドは教えに従わないし、それにほらルカではあいつらユーナをさらったんですよガードがだらしないからだな。アローさんはワッカさんの体調を気にして。俺は大丈夫だ俺が疲れたんだワッカはね、アルベド族が嫌いなんですよね。で、ユーナは半分アルベド族なので、あのハーフなんでね、黙っててって言ってたんですね。で、先ほどのシェリンダは、この後ね、なんかも出てきます。アルベド人経営の店と聞いていますが、どうやら教えに反するものは置いていないようで安心しました。うん、こんなにゆっくりできるのは最後かもしれないからね。このリンさんで、このメイチェンもこの前言いましたけども、旅の間はあちこちのところに出てきます。ということで、セーブしていきたいんだけど、アイテムを見せて。ポーションが少なかったんで、ポーションをちょっと買いますかね。5個ぐらい。フェニックスの王毒消し。マップは1個あれば十分だよね。手榴弾は持っててもあれだからな。沈黙回復もほとんどしないとは思うけど、5個ぐらいにはしておくか。で、ちょっとね、スフィア版を進めましょう。どうしようかな。アビリティスフィアがね、あんまないんだよね。パワーアタックを覚える。こっちへ進んでいくのか、カバウとか。でさっきのね、レベル1スフィアっていうのを取ったと思うんですけど、こういうのがね、ロックされて通れないんですね。でこれを消すことができます。そうするとね、こっち側に行けるようになるんですよね。あとこの先もこの3つが取れないんですけど、ここが取れるようになったりね。どうしようかな。モノマネ、ディレイアタック、どうすか、悩んでます。パワーアタック取りづれえなー、これ。とりあえずパワーアタック取っ、あ、ここじゃない。アビリティスフェア3つしかないわ。でその後どっちへ行くかだな。パワーブレイクは、まあ、アロン持ってればいいかな。こっちへ行きますか。こっちへね。
ここまで来て、ヒットポイント上げておこう。でユーナ、魔力アップ、ユーナあれだな、攻撃魔法も覚えさせたいですね、できればね。まあ賢者的な使い方で、これなんだ、レイズ、あーレイズか、レイズはあの復活できるやつですよね、祈る。でルール、ここへ行きたいから、まずここでアビリティスフィアで集中を覚えて移動、少しレベル上げていかないと、今のこの未変回路きつかったですからね。防御、ここの MP20 とこれも取りたいよな。ここまで行って戻ってこなきゃいけないんだよね、そこがちょっと難点だけど。輪っかはどっち行くんだっけ、スリプルアタック、こっちが輪っかのルートか。こっち行きましょう。ちょっとヒットポイント上げていかないときついよね。移動、アーロンが来ましたね。アーロンは フルブレイク、これはすぐには取れないんだよな。こっちの方行くしかないな。移動、あまり覚えられなかったな、アロンは。これはなんだ、励ます、トンズラ覚えられるか、アロンも。これはなんだ、ヘイスト、あれアロンの道間違えた、もしかして。ルーケン、これってカタリの方だよね。アビリティアタック。まあいいや、決まり。これは何？盗む覚える。使う覚える。ああ、こっちやっちゃおうかな。あとこれ何覚える？幸運。銭投げ、盗むと使うができると、物をね、手榴弾が使えるようなんだよね、決まりがね。これ何、アビリティアタック、あ、アビリティアタック覚えて、これちょっと覚えとこう。アビリティもない、あ、残念。でちょっと決まりはね、保留にしよう。このアビリティアタックを覚えたいですね。これやると、あの、アビリティスフィアをね、落としやすくなるんですよ。確か。で、今、アビリティスフィアがなくて覚えられないというジレンマになっているので、これをちょっと
覚えて、この辺もちょっと決まりは覚えたいし、まあ、回復できるといいかな。ここもちょっと覚えたいとこであるんだよな。なんかね、決まりはね、使い道がね非常に難しいんですよね、このゲーム。まあいいや、こんな感じで今回は終わりにしたいと思います。待ってよ、これは取っといた方がいいかな。この大高控え室から、あの決勝戦やるんですよね。まあ取らないと思うんだよな、決勝で。あの優勝するまでね、まあやんないよな。まあいいや、一応取っとくだけ取っとこう。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。未編街道はね、ここから後半ですね。またいろいろと確かなんかイベントがあったような気がします。で、この街道でいろんな人に会いましたね。このこのリーさんの店はスピラのあちこちにありましたとか、シェリンダとかね、旅の間は大変重宝しますな。ルッカがあった、あとチョコボ騎兵隊でしたっけ。あの辺も今後いろいろ関わってくる人たちですね。いろんな人が出てきました。ということで今回この辺で終わりにします。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。